それは江戸時代の肥後の国に現れたと伝えられるアマビエのお話じゃ。弘化3年1846年の4月の中旬頃のことじゃ。毎晩のように海中に光る物体が出現していたと噂になったそうじゃ。不思議に思った役人がある夜に海へ赴いたところ、海に光るものが現れたそうじゃ。役人が不思議に思って海を調べていると、それは姿を現したそうじゃ。その姿は人魚に似てはいるが、口はくちばし状で、首から下は鱗に覆われていたそうじゃ。その役人に、我は海中に住むアマビエであると言うたそうじゃ。この先6年間は豊作が続くが、それから疫病が流行るだろう。もし疫病が流行することがあれば、わしの姿を描いた絵を人々に早々に見せよと予言めいたことを告げ、海の中へと帰っていったと言われておるのじゃ。その話は瓦版で当時の江戸まで届いたと言われておる。その後予言通りに6年間の豊作が続いた後、疫病が流行したそうじゃ。すると人々はこの瓦版を家に掲げるようになり、疫病も収まったということじゃ。後にも先にもアマビエが現れたのはこの1回だけ。その役人が瓦版にして広めたため、しっかりと姿が残っている珍しい妖怪なんじゃの。アマビエの場合、予言だけでなく災いを取り除く能力もあったので、妖怪よりも神に近い存在という捉え方をされていたようじゃ。これが肥後の国に伝わるというアマビエのお話じゃ。疫病が流行った時、この絵を掲げ、海に祈りを捧げてはいかがかのう。ひょっとするとその願いを聞き届けたアマビエが疫病を打ち払ってくれるかもしれんの。これでアマビエのお話はおしまいじゃ。